ナーズルに預けられました。ナーズル選手はサポートのプレイヤーですね。そしてタス選手は今でもなくジャングラー。ただメカニックスが非常に高いプレイヤーなので、タッスル選手はちょっとピック楽しみですね。そしてタッスルといえばやはり非常にアグレッシブなプレイですよね。ただ1対1でそのアグレッシブなスタイル出せるのかどうかというのはちょっと楽しみですけどね。どうなるのか、ね、いつもこうジャングラーだとやっぱりリーシンとかそういうイメージが強いんですけど、リーシンやニダリー、レクサイといったところですよね、うん、グラガスといったイメージもありますが、ただそういったチャンピオン軍が1対1この、ルールではそこまで特別強いという印象はないので、また変わった、先ほどダラ選手が見せたように全く普段競技シーンでは見せてくれないバルスであったり、そういった変わったチャンピオン、うん、ということになりそうですね。なんかこう盤を見ているとフォーカスはやっぱり、まあ、遠距離タイプの攻撃を持っているチャンピオン、もしくはやっぱりウェーブクリアですかね。あとはキルポテンシャルが特別優れているシンドラーやパンテオンはベストしつつも、基本的にはレーンコントロールであったり体力のコントロールに優れたチャンピオンのバーンが多いですね、まあ、ケイトリン、クイーン、あとは先ほど見せたバルスもバン候補に入ってくると思いますが、そしてナサスですよね。さあその注目のドラフトです。タッスル対ナーズル、バンはまずはナサスからパンテオン、クイーン、そしてレンガーと続きます。確かにタッスル選手レンガーは非常に優れたプレー見せてくれましたが、ちょっと今レンガーをバンした瞬間タッスルニコッとしていたのでちょっと考えてましたかね。どうなんでしょうね。さあ最後のバンはケイトリンです。そしてこれで勝敗が決まりますからね。本当の最後の最後です、はい、ここで何をバンしてピックするのか非常に楽しみですね。やはりバルスバン候補に入ってきましたね。さあその上でどのようなピックをしていくのかな。ナーズルはミスフォーチューンが見せていますね。そしてロックイン AD か AP どっちなんでしょうね。そこ非常に気になりますよね。一体いわゆるアラームだと、おっと、お AP が多いですが、アラームだと AP ケイト非常に強いですよね。AP フォーチュンですね。あ、AP フォーチュンですね。ミラーマッチブラインドピックだからこそという感じもしますが、そうですね、これまだお互い分かっていませんからね。このままロックインしそうですか。そのようですね。いや面白いですね。いや 2敗2勝ときて、両プレイヤーともに笑いましたねいやこれは笑いますよ今の段階で多分相手方のビッグが見えたと。いや最後の5試合目はフォーチュン対フォーチュンのミラーマッチです。サマナースペルどうしますかね。そして AD と AP どっちに行きますかね。スキルダメージが高いのはもちろん今でもなく AP ですが、こういったアタックのダメージ高いのはもちろん AD なんですよね。どうでしょう、今までの試合を見ると、まあ、長くても、まあ、10分以内にはまあ終わってるというところで考えるとかなり早い段階で試合は決着しますけど、となるとスキルのベースダメージの高さを考えると言い上げの AP フォーチュンになるのかなという感じもしますが、あとはまあ長打のダメージですか、ちょっと難しいところですね。 E をベースに考えるのであればMF であるのは間違いないと思いますが、ちょっと楽しみですね。さあ本日の IWCQ2016 Day1 1v1 の日本代表対北ラテンアメリカの5戦目、最終試合です。2対2、ここで決着がつきます。タッスル対ナーズル、お互いの装備だけを見ると今ドラン剣ですね。 AD のようですね。そしてナズ選手はアサシンというマスタリにしてますが、一方でタッスル選手は帽子を強化するマスタリにしてますね。ここはちょっと違いになりそうです。これ何か影響出そうですか。ダメージディールという点ではナズ選手の方が上回っていく、
一方サステインという点では多数選手が上回っていくということになりますよね。さあ E のハラスをしていくのはナーゼルです。おお、スキルオーダーも違いますね。ナーゼル選手が E 上げ、あ、E スタート、多数選手は Q スタートですね。いや非常に面白い。そしてタッスル長弾を当てるのは非常にうまいですが、それ以上にナーズルの E のダメージは痛いでしょうか。ちょっとミニオンのシャワーを受けてしまったので、ダメージを受けてしまったので、タッス選手厳しいですね。さあお互いにポーション、そしてクッキーも使いました。ただうまく長弾を当てているのはタッスル。さあナーズル前でお互いにとほぼ同時にイグゾーストとイグナイトを使っている。そして先に削れているのはナーズル。さあタッスルが勝った。ファーストブラッド、日本の勝利です。タッスル選手めっちゃくちゃ喜んでますね。こんなに喜んでるのを見るのはサマースイートで勝った時以来でしょうか。そうですね、それ以来のような気がしますね。ものすごくいい笑顔で手を挙げて喜んでました、ね。事前のレベル1からレベル2に上がったタイミングで長弾がパンと入ったのが最後の命運を分けてましたね。それ以外は、まあ、些細はあったけど、最後イグゾストンと同時に始まりましたもんね。同時でしたね。ここの前に球を一つ当ててたのが大きかったですね。それによってレベルのアドバンテージができた。そしてブッシュ内で殴ったことによってミニオンシャワーを受けるのが少し遅れましたかね。ナーズルちょっと E の位置がずれてしまったでしょうかね。いやギリギリでしたが、ミラーマッチで、ミラーマッチがこれだけ早く終わるとはちょっと予測してませんでしたね。そうですね、もう少しこうウェーブクリアしながら睨み合うのかなと思ったんですけど、 CS の取り合いになる印象があったんですが、しっかりと決めていきましたね。いやこのタッスルの勝利により3対0で 1V1 マッチ日本の勝利です。3対2です。あ、3対2です。失礼しました。3対2で日本の勝利です。これで日本サイドがいる、どちらでしたか、ファイヤーですね。ファイヤーサイドが一応アドバンテージを握ったということになりますね。このファイヤーとアイスの両スクワット、どちらが勝つのかというのも、ノックアウトステージに進む上で非常に重要になってきますからね。勝ったスクワッドの方がノックアウトステージに進む、形になりますからね。3チーム、上位3チーム、そして、負けたスクワッドチームから、まあ上位1チーム、上位1位のチームしかノックアウトステージに進めないという形になりますから、ここで勝っていくのは非常に重要ですよね。そして、まあ、残すところグループステージはあと2日、そして日本は一応これで2勝したと。そうですね、サムナドリフトで勝ち、 1V1 で勝ち、1ポイントずつ取りましたから、かなりいい位置につけているのはまず間違いないですね。あとは、ワン・フォー・オールであったりアサシンモードであったりっていうところが、まあ、控えてはいますけれども、まあ、初日すべて勝ったと。順調でしたね。非常に順調ですね。エビ選手とハレテ選手からするとちょっと残念かもしれませんが、いやその上で非常に素晴らしい盛り上がりを見せて、まあ、無事勝ったというところでしょうかね。じゃこの後インタビューが来るようなので、ちょっと今しばらくお待ちいただければと思います。そうですね、代表者1名ですか。1名だよですね。1名のみインタビューが来るということです。まあ、基本的にはやはり勝ったプレイヤーのインタビューになると思いますから、多数選手、ダラ選手、セロ選手の誰かということになると思いますが、ちょっとエビ選手聞いてみたいですね。あれは秘策だったんですかと。そうですね。あと相手にこうレンガが見えた時点でどう思いましたかとか、ちょっと聞いてみたかったですね。ちょっと聞いてみたかったですけどね、まあ、そういうもしかしたらまあどうなるかは分かりませんが、まあ、選手のツイッターなんかでもしかしたら何かメッセージを出してくれるかもしれませんからね、ぜひチェックしていただければなと思います。あとはこの、まあ4日間にわたる IWCA ですか、その間の応援ということでね、ツイッターなんかであの、シャープ LJL ウィンということでハッシュタグなんかもあったりして、まあイラストであったりですとか、あの応援メッセージというのはもうたくさん集まってるようですから、まあ、なんていうんでしょう、観戦だけではなくそういう応援という形で皆さんも参加してくだされば楽しいんじゃないかなと、ね、バルセロナに対してこう思いを届けていくというところも SNS で可能ですからね。インタビューあるもう少しかかりそうですね。そして、ま、今日、これで1日目が終わったわけですが、振り返ると、ま、最後の
1対1を除けば2対2でファイヤーとアイスが並んでいるというところで、非常にバランスよく結果的に見ると振り分けられたのかなという感じもしましたね。そうですね。ただその中で、まあ、日本代表が勝ったのはもちろん素晴らしいですが、うん、LCL 代表と TCL 代表、CIS 代表とトルコ代表がちょっとズバ抜けて強かったような印象もありましたね。そうですね。そのトルコ代表はダンブルドッチ選手やナル選手のパフォーマンス非常に素晴らしかった。そして一方で CIS 代表も非常に素晴らしいパフォーマンス見せましたからね。そう、 CIS はやはり CIS らしい試合でしたね。非常にアグレッシブ、反転するタイミングが素晴らしかったですからね。あ、そしてもう間もなくですね、現地からインタビューが入るということです。もう少しなんですね。さあ誰がインタビューに出てくるのか非常に楽しみです。さあそれではインタビューの、はい、ということで日本代表セロス選手にお越しいただきました。いやセロス選手、まずは日本勝ちましたよ。勝ちましたね。まさか最後めっちゃドキドキしましたよ。でもそんな中でこうセロス選手の出番というのが、その日本がまあ2敗して後がない状況下でのまあ1本目という形なんですけど、その上がった時っていうのはどうでしたか。まあ結構自信はあったので、ただその相手の番がどんな感じになるかが不安だったんですけど、ちょっとやりたいジャンプ空いたんで良かったですね。あの番の部分で1チャンピオン番しなかったじゃないですか。あれは何かあったんですか、理由が。まあ詳しく言うと、カシオピアとナサスがまあ一対一強いんですけど、2つも空いててベルコスだったら両方勝てるんで、まあ、めんどくさいんでもう番しなくていいかなと思って開けました。相手取られても問題なかったピックだったということで、はい、はい。さあそしてあのアイテムビルドなんですけど、アイテムビルドがかなり面白い独特なビルドに行ってたんですけど、その辺聞いてもいいですか。はい、アイテムはまあ、まあ、とりあえずドランズはショーダウン2つしか買えないのでドランズリンク2つ買って、でその後お金余ってクロスアーマー買ったので、まあその後ちょっと真夏らいなと思ってクロスアーマーをそのままアルモンで買って強化してって感じです。結構なんかじゃ あるものでこう買っていったと。あんまり計画性はある意味なくて、まあ、あるお金で何が買えるかっていうのを考えて買いましたね。そして勝負が決まる、まあ、セロス選手の試合の勝負が決まる瞬間かなりギリギリだったと思うんですけど、そのあたり倒して勝とうもしくは CS で勝とうどっちかっていうのはあったんですか。まあ、CS 的にはかなり余裕があって、相手がワンウェーブ丸々食べてもその後のウェーブこっちがあと2体食べれば勝ちっていう状況だったんで、まあ、ちょっと倒してもよかったんですけど、まあ、安全に行こうかなと思って CS に行きましたね。なるほど。さあこれでチームファイヤーとしては2勝を挙げたということで、チームファイヤーが1つリードになった、そして日本としては2勝ということでかなり大きなリードだと思うんですけれども、明日に向けてこう調整というのはどういった形で、明日に向けて何か一言いただいてもいいですか。はい、そうですね、最初、まあ、ファイヤーとアイスのメンツ見たとき結構キャリーしてもらえるなとか話してたんですけど、まあ蓋を開けてみれば逆にキャリーしてる側なので、まあ、このまま4勝すればほぼほぼグループステージ抜けれるの確定するんで、そしてあともう2つとも勝ちたいですね。なるほど、ありがとうございます。さあ現地から、以上セロス選手のインタビューでした。セロス選手ありがとうございました。いや、 やっぱりセロス選手のインタビューでしたね。そうでしたね、まあ、一つ逆転のきっかけとなったプレイヤーでもありますからね。ただ計画性なかったんですね。はい、まあそうですよね。まあ、サムダズル人と違いますし 1v1 ですし、さらにカシオペアとナサスを警戒していたけど、どちらでもベルコズで勝てるからいいかみたいな感じで、いやね、ここで負けたらもう終わりだぞっていうシーンですごい余裕があるんですかね。まあ、やはり国際舞台の経験が豊富、そういったギリギリの戦いに慣れ、うん、ある程度経験しているというところもあって緊張は全くしなかったようですね。本日も日本代表2勝、そしてこのインタビューを聞く限りは、まあ、この後も非常に期待できるオールスターになるのではないかなと思います。キャリーしてもらおうと思っていたけど自分たちが今キャリーしている側だと、ちょっと最初弱気な発言だったかなと思ったんですが、今日の調子を見てこう一気にこう調子に乗っているというか、テンション上がっているというところで非常にいい感触のようですからね。期待していきたいですね。明日からも楽しみになってきましたね。
さあそれでは IWCQ2016 Day 1は以上となります。明日は IWCQ Day 2です。 IWCA ですね、失礼いたしました。 IWCA の Day 2です。放送は本日と同じく21時より本チャルにてお送りいたします。本日は実況私カツリオンと解説はレボルでお送りいたしました。それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。